本日はトークイベントと特別企画展についてご案内いたします。秋田初上陸南市遺跡の消しゴム版画展、消しゴムは消すものにあらず、南市インイレイサーワンダーランドの開催を記念し、6月11日日曜日、イラストレーターの安西はじめ氏、漫画家の尻上がりことぶき氏、デザイナーの坂本翔氏をお迎えしてトークイベント南市遺跡を語るを開催いたします。13時受付、会場14時開演です。場所は横手市増田漫画美術館1階コンベンションホール。現在当館通信販売サイトにてイベント参加券を販売中です。当日は取材可能ですので、ご希望の方は6月9日金曜日までにミュージアムプロモーション部の大日向か川越までにお知らせください。続いてエヴァンゲリオンクロッシングエキスポ、エヴァンゲリオン大博覧会についてご案内いたします。1995年にテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンが放送され、2021年には新エヴァンゲリオン劇場版が公開されるなど、25年にわたり愛され続けているエヴァンゲリオン、東京、大阪、福岡に続き、この夏エヴァンゲリオンクロッシングエキスポ、エヴァンゲリオン大博覧会を横手市増田漫画美術館にて開催いたします。会期は7月1日土曜日から9月24日日曜日まで、休館日は7月18日火曜日です。会場は横手市増田漫画美術館1階コンベンションホール。開館時間は10時から18時、最終入場は17時30分です。入場料は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料です。グッズ、その他の情報につきましては、詳細が決まり次第、当館ホームページや SNS、公式サイトや公式ツイッターでお知らせいたします。また、6月30日金曜日、15時から16時半に報道関係者向け内覧会を開催いたします。取材対応は、株式会社グラウンドワークス代表取締役、上村康弘氏。参加を希望される方は6月15日木曜日までにミュージアムプロモーション部の大日向か川越までご連絡ください。また開幕初日7月1日土曜日の午前中も取材対応可能です。こちらもご希望の方は事前にご連絡ください。展示に関する質問などはぜひ内覧会にてご質問ください。以上です。よろしくお願いいたします。